カルタラ山はコモロの火山。コモロの最高峰であり、標高は2361メートルに達する。コモロ最大の島であるグランドコモロ島を構成する2つの縦状火山の内南側に位置する。カルタラ山は非常に活発な活火山であり、19世紀以降20回の噴火が記録されているが、噴火は山頂部にある3から4キロメートル四方のカルデラに、 限られ、島のほとんどは大規模な山体破壊から免れている。1977年4月5日に発生した噴火では溶岩が流出し、2万人以上の住民が家を失った。その後、昇降状態が続いたが2005年4月17日、および2006年5月29日の2度の噴火は、静音期の終わりを告げた。2005年11月の噴火後の小室諸,諸島の、 衛星画像。カルタラ山の噴煙がグランドコモロ島のみならず、コモロ諸島のいくつかの島を飲み込んでいる2005年4月17日の噴火は溶岩流と致命的な火山ガスの危険を伴い3万人の住民が避難した。この噴火によって火口の様子は大きく変化し、灰色の火山灰によって覆われた火口は以前よりも広く深くなり、1991年の 前回最後の噴火によって形成された火口湖は完全に消失した。また2006年5月29日にはロイター通信がモロニからカルタラ山頂上に溶岩が見えると報道した。この噴火は数日で沈静化した。山は1800メートル付近までは湿潤上緑樹林で覆われており、その上には低木とヒースが広がる。カルタラ山にいる動植物は コモロの固有種が多く、中でもハンブロット、エスフライキャッチャー、コモロホワイトアイ、コモロドランゴ、カーソラスコップスワウルの4種の生物はカルタラ山の斜面にのみ生息する。カルタラ山の森林は伐採と農業によって危機にさらされており、山体全域をカバーする自然保護区の設定が提案されているものの、未だ実現していない。ウィキメディアコモンズには、 カルタラ山に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。